タケ・ウタカ・タケ・ウタカの重賞勝利一覧タケとヨの重賞勝利一覧は日本中央競馬会立党トレーニングセンター所属の機種タケ・ウタカの勝利した重賞をまとめたものである第36回フェブラリーステークス優勝時新設重賞や重賞が該当する2000年までは旧年齢表記2001年以降は新年齢表記で表記される 詳しくはバレエを参照。レースの詳細は第40回安田記念を参照。レースの詳細は第35回有馬記念を参照。レースの詳細は第44回阪神対商店を参照。レースに関する詳細は第49回毎日王冠を参照1位入選バイオマスターの進路妨害により2位入選からの繰り上がり優勝となった。 2004年より G1 の格付けを受け、2008年よりロートシルト賞と解賞。新潟競馬場での代替開催。中山競馬場での代替開催。ABC 中京競馬場にて代替開催。レースに関する詳細は第66回菊花賞を参照。京都競馬場での代替開催。レースに関する詳細は第51回有馬記念を参照。 レースに関する詳細は、第136回天皇賞を参照。レースに関する詳細は、第7回 JBC クラシックを参照。レースに関する詳細は、第8回ジャパンカップダートを参照。レースに関する詳細は、第53回東京大商店を参照。レースに関する詳細は、第25回フェブラリーステークスを参照。レースに関する詳細は、 第30回ジャパンカップを参照。なお2位入選も、1位入選のブエノビスタが車高により、進路妨害を取られて到着、繰り上げ優勝となった。レースに関する詳細は、第11回 JBC クラシックを参照。函館競馬場にて、大体開催。レースに関する詳細は、第156回天皇賞を参照。レースに関する詳細は、第62回。 有馬記念を参照。レースに関する詳細は第36回フェブラリーステークスを参照。ありがとうございます。